木本幸雄は、愛媛県出身の任教系特殊株主、政治活動家、右翼。昭和30年代より、総会や家業に従事。タブロイド紙、民権新法を発行し、国会議事堂周辺を外戦車で回るなど、活発に、自治活動する傍ら、一人一党の政治団体、日本国民権利用護連盟を立ち上げ、旺盛な選挙闘争を観行した。 商法改正反対と、金権腐敗政治家の追放を主要政策に掲げ、1980年の第36回衆議院議員総選挙から1990年の第39回衆議院議員総選挙まで、4回連続で、東京都第1区から総選挙に立候補した。政権放送にはサングラスを着用して臨み、まず、有権者諸君に警告しておく。 ふざけるな、などとドスの効いたダミ声で演説をぶち、異彩を放っていた。足立区の福田拓船グループと結託した1983年の東京都知事選挙を短所に勢力を拡大。1985年の東京都議会議員選挙に3名の候補者を擁立したのに続き、千代田区長選挙にも福田田1名を擁立。1989年の 第15回参議院議員通常選挙では、福田軍団による大構成の一翼を担い、確認団体として自ら比例区から立候補したほか、選挙区に9人の候補者を擁立したが、全員が快楽戦し、協託金を没収された。他の右翼活動家と同様に、商法改正、ソビエト連邦の崩壊、さらに、核右翼団体の最大のパトロンだった。 笹川良一の死去が痛手になり、活動を縮小しさたやみになっている。ありがとうございます。